そう、リンリ君のいとこなんだ、このミチルさんって人。東京、一つ屋根の下、お風呂で鉢合わせで、まさかあのラッキースケベイベントって実体験？違う、偶然だ。あの時まではまだいろいろと隠していることがありそうね。とにかく洗いざらい、あることないこと喋ってもらおうかしら。いや、ないこと喋ったらダメでしょ。じゃあね、ダーリン、部活頑張ってくれよ。いくら文芸部に可愛い女子が多いからって浮気したらダメだぞ。はい。じゃあ、また明日夜メールするからな。あ、なんだよ、どうした？みんな別に。おい、トモヨ、何かあったのか？そう、イチャイチャなんてしてねえよ。あんたも本当はまんざらでもないんじゃない？工藤さん綺麗だし、スタイルもいいし。あ、もしかして嫉妬してんのか？ああ、なんで私が工藤さんに嫉妬しなきゃなんないのよ。おー、いや、工藤さんってかカップルんだよ。一人身のやつってのはとりあえずカップルを妬むもんだから。え、なんだ、そういう意味？どういう意味だと思ったんだ？知らない。シーン。あ、おーい、シーン。シーンってなんだよ、シーンって。私、串川鳩子は、ただいま十君をシカト中ですので話しかけないでください。でも鳩子、シカト中です、話しかけないでください。千冬ちゃんも機嫌悪いの？今日は千冬班はアンさんとお話ししまへんで。言っときますけど、千冬班のこと子供だと思って舐めたらあかんで。返して、ハンドリスン返して。男の子と女の子が付き合うっちゅうのがどういう意味かぐらいわかる。加減にせんか、ボテクリコカスドキさん。ちふうちゃん、間違ってる間違ってる。あの、さゆみさん。いいね。あ、間違えました。ごきげんよう、アンダー君。いやいやいや、何をどう間違えたら挨拶代わりにいいねなんて単語が出てくるんですか？あら、そうですね、私としたことが失礼しました。言い直しましょう。アンダー君はなぜ存在しているのですか？らしくないですよ、さゆみさん。マリー、先に帰ったんじゃなかったのか？何言ってんの？タケルの家に帰るんじゃない、泊まるんだから。俺ん家に泊まる？何してんのよ！怖くの魔法でも使っているに違いない。貴様のような淫乱を草薙と二人きりにさせておくわけにはいかん。淫乱？魔法なんて使ってないわよ。黙れ、草薙はむっつりだから、貴様程度の魅力でもコロッと言ってしまうのだ。程度？程度って言った、あんた何様よ！何よそれ。お兄ちゃんを助けたのは私でしょ、感謝されるのは私のはずでしょ。なんで私をほっぽっていきなり二人の世界に入ってんの？超納得いかないんですけど。姫様、この際だから言わせてもらうけど、家、休日、祝日は私担当、バスから学校、学校内は姫様担当、互いにお兄ちゃん住み分けるって決めたじゃん。なのに約束保護にして休日お兄ちゃん連れ出したよね。なんなのあれ、ほんと困るんだよね。ああいう真似よしてくれるかな。よしよし、酔ったりしないように気をつけるんだぞ。シド、シド。あ、さすがに届かないって。シド君、シド君、ヨシノも。え、バグ、仕方ないな。うなはないから見なくても。かわいい。いいですよね。ちょっと今の写真
もう一度見せてもらえるかしら。はい、いいですよ。その猫の作品、これもいいね。これ超かわいいですよ。資料用に後で印刷してもらえるかしら。何？あ、うん、いや、なんか私も行ってみたいなと思って。ずいぶん楽しそうな写真ね。先輩に取材協力してもらったんですけど。だって、なんで僕の布団に。どうも、滝先生。え、滝先生？そう、どうも。どうって、そりゃいい先生だと思うよ。みんな練習するようになったし、夏希先輩も去年はこんなことなかったって言ってたし、それに、まあ、かっこいいとか。かっこいい？え、あ、いや私じゃないよ、みんなが言ってるの。ケンちゃん、目の前で浮気相手とイチャイチャしてんじゃないわよ！ママ！助かった。危なかった。助かってね。絶対に許さないわよ、この泥棒猫が。おお、昼ドラの名台詞。ごめん、つい視界に入っちゃった。加藤、もしかして全部見た？ああ、うん。何を？あ、